こんばんは。そうしましたら、本日もオープニングマン、解いていきましょう。で、前回シーン8はクリアすることができまして、とうとう最後のシーン、シーン10に挑みましょう。で、今回は駄菓子屋さんかな、駄菓子屋記憶商店のがテーマのシーンだった。おそらくラストステージなんで相当難しいでしょう。で、おそらくヒントを使いまくることになるが、まあ頑張っていきましょうということで、早速何のことだこれは。こういうお菓子ありましたね。なんかマス目で区切ってあって爪楊枝で刺して食べるやつ、まあ美味しかったですねこれで。周りに何か模様、色の枠があって、それぞれ並んでると。押すと入れ替えられるから、で別になんか飛ばしてでも入れ替えはできるし、どうやってもどう入れ替えもできるから、周りのやつをヒントに正しい順番に並び替えましょうということなんですが、そもそも周りの四角の数と全体の四角の数だとオーバーするんだよな。何を意味してるんでしょう周りは。例えばこの上の通りに、上はこういう並びですよっていう通りに並べると、そもそも数が合ってない。黄色が足りなくなる。で、横がこういう並びですよ。はい、今度は黄色が足りなくなってるっていうか、こうなると黄色がこうなってる。で、ここもどうやっても足りなくなってると。こっちは合ってるのか、数が。こうやると右は、右列の色にの数はぴったり合ってる。この列には絶対この色は入ってますよってことなのか。で、絶対同じになる組み合わせを合う組み合わせがあるってこと。順番は関係なくて。ってなると必ず黄色緑はかなり、この赤緑がこうなってるよっていうのはだいぶヒントだ。これはこう、ら数は合ってる。どう？あ、じゃあ全然緑がねえよ、ここ。いや、ちょっと待って、そうなると緑緑赤赤黄緑黄色黄色の列はこの3、上の3列と右の2列が絶対に成り立たないよな。いや、成り立つか。こうやったらなっているが、そうなるとよし、成り立つぞ、成り立つ成り立つ。早とちりオッツでした。OK。ここは駄菓子屋。たくさんのお菓子が置いております。もちろん、あなたの探しているものも、きっと。ねえ、ご主人。どの香料が似合うかしら。ジャコを入れて、次にバラと長寿を加えて調合。ああ、いい匂い。嬉
嬉しいわ。ちょっと忘れるかな。新しい、あ、でも商人放浪記は見たことある。まあでも次のやつでも。で、今度は各色のコインが入ってて数字が書いてある。コインを動かして数字を見ることができる。で、下の数字で1から9。これはその分のポイントですよってこと。うんな、シンプルか。まあでは、まあいや、考えてみる。まあ一回やってみるか。まずは2500ポイントな。まあいいや、これ1234567070ポイント。50が3枚で150ポイントだから、720ポイント。100が5枚で500ポイントだから3200になるか。あ、それでいいんだ。あ、よかった。意外とシンプルだった。手のひらにお金の跡がついてたの。ずっと握りしめてたから。この駄菓子を食べると今でも思い出すわ。ねえご主人、どの今日は商人放浪記さんです、ね。次にバラと長寿を加えて調合。わあ、いい匂い。嬉しいわ。ねえご主人、これからデートだ。みんな香りの楽しむやつが多いんだね。あ、ラル様いらっしゃいませ。こんばんは。あ、早速のハートありがとうございます。とうとうシーン10まで来たところでございます。あと少しです。で、今度は弾を動かすやつか。違うな。これ自由に動かせるぞ、下の玉でも。あ、違う、下の玉が上に動かせんのか。これは下の玉から上に乗せていけるよっていう感じか。ってなると、ここだと罪なんですよね。すでにステージ中、さすがです。いえ、ちょっとあのこのゲーム初日にやった時に夢中になってやりすぎてね、初日で済みすぎたんですけど。で、これはじゃあリセットだな。で、途中でね、広告で出てくる色を揃えましょうゲームの上から取って上に置いていくやつではなくて、これは下から取って上に置いていくっていう風になってる感じですね。わかりやした。じゃあまあ、青をこっちに入れてみまして、最初の方めっちゃ簡単だから余計にやりすぎちゃいますよねってね。まあやっぱりだんだん難易度上がっていくのがいいんですけど、まあ道中たまにどういうことっていうのがありましたけどね。どっちもドツボにはまると詰まりまくっちゃうってのがありました。あ、ファイト、ありがとうございます。さてと、これは、毎回、どうしようかな。これもね、めちゃくちゃやりまくってりゃ解けるパターンがあるんですけど、
なるともうどこにもこっちは入れれる。ヒーロー早く出したいんだよな。上から取ってやとすごい楽なのに下からだとこうこんな勝手が変わるもんか。常にどの色も救済できる位置にあってほしいんだが、こうなるとまた黄色が黄色を早く開けて救い出したいのに全然取り出せないって。こうやってなっていくだけだしな。早く出したいんだが、これは他のルールでずっと一緒で、どっかを空っぽにしたら新しく置けるっていうのがあればいけるんだが、そもそも空っぽにもできなさそうなんだよな今の。たまに何したらいいのかがわからない問題ありますよね。ね。私前回の招き猫はすいません答えを見ました。なんかどういうことって、ああそういうことかって思いました。あれは完全に俺の推理不足でした。さて、どうしようかな。手当たり次第にいろいろ試す作戦いくか。招き猫は若干のこじつけ感もあった気がします。まあまあでも答え言われたらまあまあそうかってなりました。いや線の色が違うのはわかるんですけれどもってなって、そうありとらえる可能性を試さなかった自分の敗因でしたね。気づいてはいたのに線の数。いや黄色が一番上に来てほしいんだよな。でもこれ黄色が3列こんだけ陣取ってるとどうしたもんかな。黄色をまずこじ開けるにはっていう方で考えよう。こう待てよ。え違うな。黄色を上開けて黄色を出すってのをしないといけないんだが、いや無理だな。あハートありがとうございます。うらうら様。俺が気づいてない操作があるってわけではないか。違うな。
とピンクをここにしてみまして、緑をここにしてみまして、青をここに、違う青をここに入れまして、で黄色が出せるのか、何にもない、あ、できる、よしよしよし、こっからよ、こっからだ。そうすると何もないとこに置けるから、まず黄色は一回避けちゃおうか、揃うか、で青を、ちょっと待って、こっちに避けて、こうしてピンクこっちにして、青こっちにして、黄色こっちにして、緑こっちにして、こう、よし、 OK、 黄色すくい出せました。操作自体は今のやり方だけで、またなので、まあ動かす順番ですね。ありがとうございます、届けました。駄菓子屋記憶商店、あの時当てたレアカード、もうどこかにやっちゃったよ。宝物だったんだけどな。いや、なくならんやろこれ、よりいじめられてね。右の二人の存在を抹消すればいいんじゃない。いじめられてる方じゃなくて、いじめてる側を消しゴムで抹消すればいいんじゃない。女をハッピーにして、もうだいぶハッピーじゃない、今もうお金もいっぱいあるし、イケメンと一緒にいるし。違う、お、これはあれじゃないですか、あのプチンって切り抜いてチョコ食べられるやつ。数字のもありましたけど、なんか銀紙の裏に占いついてるパターンもありましたね、これ。懐かしいな。どのステージもエピソードがエモくてね、いいっすね。アハタ、ありがとうございます。で、各テーマの、こう、なんていうか、に沿った、こう、アニメじゃない、パズルのグラフィックしてるのも、すごいっすね。1たす1は6、1たす1は9、2たす2は4。2たす2は4ですね、それ。1たす1は6。6ではない。で、数字が変えられると。で、まあ当然この2たす4が6で、3たす6は9だよっていうような問題じゃないでしょうし。まあこれは中のね、チョコの数じゃないかなとは思うんですけれども、3、4でしょ。あ、でも3、4、5、6、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、チョコの数が一緒のもあるな。で、これはおそらく色も関係していて、右のやつと全くチョコの数と色を合わせろという組み合わせを探せっていうことかなとは思うんですが、それで試してみましょう。あ、これ私今ここで詰まってます。あ、そうでしたか。ちょっとネタバレになってしまうかもしれませんが、よろしいでしょうか。っていうか、まあ俺のこうとこうかなっていう考えるのを喋ってしまいましたけど、なんでぴったりこれが合うやつを探さないと。まず数は 1,2,3,4,5,6,7 個でしょ。 1,2,3,4,5,6、 ん、待て、 1,2,3,4,5,6,7,8 個でしょ。8個ですね。だから、まあ、まず確実に8に、中が8になる組み合わせであることは間違いない。例えば、まあ、1から見ていって、1は5個あるんで、そのチョコがそもそも3つじゃないと絶対に数が合わないんで、3つのやつはないんで、1はないと。まず2は2個だから6個の組み合わせのやつ
で、あると、1,2,3,4,5、これは6個ですね。で、数が合うかってなると、今度そもそもこれは、まあ、いきなりピンクがないんで、これはないと。で、これはピンクありましたと。で、そもそもでも、もう6と6やから、無理やろって。0が、0の何も入ってないやつがないと無理って。データ節約の都合で、静止視聴して、静止が視聴してるんで大丈夫かと思います。多分。あ、よかったです。で、これが、1,2,3,4,5。で、7だから数は合わないんで違う。これも5個だから違う。9は1,2,3,4,5,6,7、ん ?1,2,3,4,5,6,7。これで7個あるから、7と2になって、そもそも9になってしまうから違うと。組み合わせて、絶対に違う。で、次が3が、4つの組み合わせ。だから4つのやつ。で、3と3で4になるが、まあ、色がこれは合わない。ピンクが多すぎて、そもそもまた3はピンクが多すぎてない。4で考える。4で考えるとまたこの4個あるのは3しかないんじゃなかったかな。で、これでそもそも3はでもピンクが多すぎるから違うってなったよな。他に4つの何だったっけ。ないな。ないな。だ正直言って今ちょっと7が怪しそうなんで7から攻めたい。これ数がだいぶ揃ってるんだよな。色と。2個しかないやつ。俺で合うんじゃねえの。さっき見逃してたけど。数か。でもオレンジがないんか、今度。緑が多すぎる。いやいや、3で4、5でやっていくか。5は1、3、4、5、6個あるから、まあ、2個のやつですわな。で、違う。で、そもそも、よく見たら、上のやつも数合ってへんよ、色と。じゃあ、色も合わせるっていうのは、なくなったな。じゃあ、中の数だけ合えばいいんか。にしたら、結構な組み合わせが合っちゃったりするけど。銀紙の数字も合うし、チョコの数も合う。みたいな。ってなると3と3だとチョコの数も合うしこの銀紙の計算も合うはず。で9はでまたこの銀紙の数と銀紙の計算とチョコの数が合う組み合わせとなると、2,3,4,5,6,7個でしょ?チョコの数が。9を。ん ?7 個。なると3と6はもうこれ多すぎると。で、4と5だと、10個になって、ここも多すぎると。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7。違う。まあそもそもチョコの数が合ってねえしな。前と後ろの違いとかはあんのか。違うな。これは確かに難問。中の数も銀の数字も揃えるっていうのはできないな。3
たす3で数が合うっていうのはできるんだよな。入ってる位置とか×は何か意味があるのか。というわけでもないか。入ってる場所が何か対応しているという推測も、これは正直難しい。できないな。上のからすると銀の数の数字は合ってる、チョコの数も揃ってる、色はバラバラであるということしかわからない。ヒント見ます。悪魔の座席ね。まあそうっすね、もう少し考えて、あと3分、約3分考えて何も浮かばなければちょっと見ましょうか。ちょっとさいね。これはヒント欲しいな、本当に。あともう推理できる要素が何一つ浮かばないな。6の場合はチョコが8個。これは合ってる、8だね。で、9の場合は数字が7個。で、3つの穴が開いている。上は2つ空いてる。本来6は10個の穴が開いてる。9はもう10個の穴が開いてるのか。これは手は1、2、3、7、8、9、全部10個の穴が開いてるのか。ちなみに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、4までも7つしか穴がない。5は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、5は10個穴。ちなみに1、2、3、4、5、6、7、8、9個。ん？これは関係ないかも。数字の形の都合上ってことか。1がこれ、3がこれ、4がこれ、5はこれ、6はこれ、7も7はこれ、8は俺、ちなみに上の絵とチョコの数が、色が左のには違うんだな、なぜか。それは関係ないんか。いや、緑黄色ってこっちのは合ってるけど、
左右も何か関係が組み合わせがあるとしたら、左右でも何か別の要素があるとしだしたらもうパンクします、頭が。さらにハートありがとうございます。でもう早くも3分を経っている気がする。もうちょっとだけ見ましょう。たまにヒントがヒントすぎて一撃で解けるときあるんですよ。たまにヒントはいやそれはもう知っておりますっていうときがあるんで、差がすごいとき、これはマジで何の手がかりも掴んでないんで、ヒントが本当にきっかけになりそうな気がする。いやもう 2+2 から推測できることが何にもないぞ。あとはで、左の2だけ色が違うんだ。他に押したり移動できるとこはない。わかります、そこまでは分かってんだよってなるやつですよね。そうそう、そこは分かってますねってやつ。おお。と見ますか、見ちゃっていいですか。逆にってなんや。ね、他の数字を見ても何にも思い浮かばないんだな。このくぼみに×が書いてあるのはただ入ってないよっていうだけのことなのか。さすがにこれはもう詰まりに詰まっている。いやーもう早速だけど使ってしまいますからね、今日のヒント。もう早速一回使ってしまう。まあいいや、あと3回あるし。数字の計算だけではなくカラフルな丸の数にも注目しましょう。あれこれ合ってました、じゃあ途中これ、いやカラフルな丸の数にも注目しよう、それしてたんですよ。色変わってますやんってなって、最初に到達している。俺がなんか数え間違えたり組み合わせ間違えてるだけか、やっぱり。俺の目が悪くて赤っぽく見えてんのとオレンジっぽく見えてるっていうので、実はそれ同じ色やでってなってるとか。これオレンジかなって思ったら、それ赤とオレンジは違うように見えて実は同じ色やでみたいな。俺の目がミスってるだけみたいな。もう一回押して、例えばこれ5でしょ、で3つ入りので色がぴったり合う。3つ入りがそもそもないよね。
原理でいくと私の目もユージンさんと同じような見間違いしてることになりますね。うん、ありえるんじゃないですかこれ。いや、これ、俺は赤に見えてるのとオレンジに見えてるのがあるんですけど、いやそれどっちも同じ色やでっていうパターンがありそう。っていうのと 1,2,3,4,5 の、1,2,3,4,8 の E のやつに戻してみると、この緑多すぎ問題が起きるんですよね、この組み合わせは。お、1,2,3,4,5で3つ入りがないから8との組み合わせが見つかんないんだよな、これ。これ緑が1個足りてないし、3個入ってんのがないんだよな。ないね。9でやってみるか。これはピンク多すぎ問題が起きるんです。5、6、7。緑多すぎ問題もあるし、これがね結構ある色が近い。1,2,3,4 3つ入りがないのよ。でも3つ入りがないから5との組み合わせは永遠に完成しないんですよ、ここへ行くと。5、6、7、8。だ2と9の組み合わせか。これ実はこの欄に入っているチョコの色が左と右で違うことあるよみたいなことある？ないな。一緒だ、一緒やね。2でしょう。うん、うん。4、5、6、7。これは9個なんだね。カズマは6個入ってんのが、5、5なんや。ちょっと待って、行き過ぎた。5でしょ。数合わんのよ、色の数が。お、5入って。ここも数が合わん。お、5なの。6、6のやつ、ね。お、緑多すぎ問題起きる。で、緑が入ってない2個入りがそもそもないんだよね。3でいくか、やっぱり。あと8個やと全く数が合わんのよな。でも下も組み合わせがあるか探してみますか。めちゃくちゃこれ緑が被るんよな、どうやっても。下は7個あるから、もうこれはまず組み合わせとしてできないでしょう。3は4つ入りで3つだ。3つ入りのはないのよ。3つ入りのがないのよ。3つ入りが欲しいけど。だ3はもう使えないし。4も使えないし。5ね。1,2,3,4,5,6 でしょ。これ1のなんだけど、1なんてないんすよ。そうね。入ってる色の組み合わせがぴったり合うってむちゃくちゃできんぞ、これできない。数字の計算だけではなくカラフルな丸の数にも注目してみましょう。もう一回銀も合う、銀の数も合うしチョコの数も合う組み合わせを探せって言われても、そもそも
2+4と3+3しかないねんけど、2+4がもう数合わへんのよな、これ。8個入れなあかんのに。5+1か、あとは。もうオーバーするよ。1、2、3、4、5、6でしょ。1がもう5個入ってね。3、4、5、もう10個になっちゃうよね。1+5と2+4と3+3以外でもうこの一桁の数字組み合わせで6になる組み合わせなんてありまへんで。もちろん 1+7 はもう完全オーバーするし、3+6もオーバーするし、もう少ない数で組み合わせないと数が合わへん。2+4やと足りんしな。丸の数が揃ってかつ数字の計算も合うのなんてないよ。もう10になるしね。そう、数字の計算だけでなくカラフルな丸の数にも注目しましょう。ん？あと何かあるか？ヒントはこの場合はこういう形になりますっていうもう一例欲しかったな。ヒントで頑張れいただきました。頑張りやすー。カラフルな丸の数というだけなら色は関係ないのか。あ、やはり色は関係ない。色は関係ないか。だってもう右と左でやっぱ赤とオレンジに見えるんだよな。上の左の2が。で、赤オレンジ緑黄色のやのに黄色緑オレンジ黄色ってなってるんですよね。黄色増えてるやんみたいなってなってるんで、色を合わせる必要はないのか。やっぱり、じゃあ丸の数と銀の数字も両方合わせれる組み合わせってやったよな。でもな、で3がないから全然できんのよ。チョコの数か。待てよ、これはこの銀の数字に丸の数も足した数であるという仮説で言ってみたらどうでしょうか。つまりこの6は6に1、2、3、4、5、6、7、8がついてるから実は14という数と仮定する。となるともう1から全部出していこう。1はこれは1という数字にプラス5が足されていて6である。で、2は2に2が足してあって4である。アメオン症タイングなりそう。3は3に4が足されてるから7であるとする。4は4に4が足されてるので8とする。5は5に1、2、3、4、5、6が足されているので11とする。で、6が6に1、2、3、4、5、6、7、8が足される。もうこれはさっき答えの14と一緒よ。14とする。無駄なことした。7は、7に1、2、3、4、5が足されているので13とする。で、8は8に1、2、3、4、5が足されている。やばい、13がかぶっちまった。
崩れてっすぞこれ。8、2、1、2、3、4、5が足されてるんで13やな。やばい、13が2つになっちまったぞ。これは困る。後で待てよ、7の数え間違いないでね。大丈夫。7に1、2、3、4、5やから12や。7は危ない危ない。12ですわ。7は12、数え間違えてた。1、2、3、4、5で12で、8は13、9は9に1、2、3、4、5、6、7があるので、9たす7で16とすると仮定します。一旦待って、中1、2、3、4、5、6、7なんで9たす7で16と仮定します。で、この中で14になる組み合わせが1と対応するのが1と4を足すと1と4ね、14になってるという仮定で、9が16なんで、この中で16になる組み合わせは12と4で16になるから2と、7合ってるか。待っててくれ、頼む。アイキスだ。違う、なんか数え間違いしてるとか。12は1、2、3、4、5、7足す5は12でしょ。1と4が逆とか、この左右の組み合わせの違いとかだったら、あ、違う、これでもない。だからだと思ったんだけどな。これで4足す4で結果8になるから正規は成立してるよっていうあれかと思ったけど、銀の書いてある数字足すこの玉の数も数字を表してるみたいな。カラフルなまずだけ丸だけ稼いだ。バツ印はどうか。そう。どうしたんですよ。その考え方でも上の式が成り立つからいけるかなと思ったんですけど。違ったか。単純に計算ミスしてるとこあるか、これ。6たす8は14。他14になる組み合わせもないしな。で、6が14でしょ。14よな、これ。1、2、3、4、5、6、7、8。8足す6で14でしょ。おろ？あ、2足す7で、これで1、2の4でしょ。1、2、3、4、5、足す7で12で16。で、9足す1、2、3、4、5、6、7で16。違うか。これも違う。そう、丸の数には注目してるんですよ。この問題で何分使ってるんだっていうぐらい使ってる。もうこれアンサーまで使うとさらに答えをのヒント数を使ってしまうって。なんだ？この考え方でもない。じゃ、7たす2を入れ替えてみても、何か起きるわけでもない。一応今更ですか、他に押すとこもない。違うのか。
掛け算にしてしまうとどうだ、足し算やからそもそも成り立たなくなる。玉と数字を掛け算した場合は4たす4は8で、4が 4×4 で16だから、そもそもこの式が成り立たなくなるんで掛け算ではないんだよな。割り算はできない。もう1と5だから無理。他もなんかもう3割る4とかになるから、割り算も数字と銀の銀紙数字と丸の数で掛け算やら割り算をおそらくしない。できて足し算、引き算がどっちかはできるか。そうなるとめっちゃ被る数字出てくるんだよな多分。これだと9-1234567で、9-7で2っていうのはできる。これができない、1-5マイナスなる。あ、なんか今やったら解けました。お、すごっ。ヒントをください。俺の左右の組み合わせが間違ってるのかとか、俺の数え間違いであるかとかですか。実はあなたは丸の数を数え間違えています。あれー、ちげえのか。14と27。というわけでもない。え、また丸の数を合わせるのに戻りますか。8になる組み合わせってなると、まず4たす4、8個になりますと。7つあるから5たす2、7になりますと。でも5個入ってんのはこれもなんだよなって。これだと丸の数は合わない。銀紙です。銀紙の数字と丸の数はそれぞれ別で考えた方が良いです。なるほど。銀紙の数字と丸の数はそれぞれ別で考えた方が良い。銀紙の数字と丸の数はそれぞれ別で考えた。
銀紙の数同士の和と丸の数同士の和が同時に成立する組み合わせがあります。お、なるほど。途中で通過したやつ一個あってたけど俺が見逃してたんだぜ。これは合わねえなーって言うけどちゃんと合うやつがあるパティーンですね。やっちまった、ありがとうございます。なるほど、でいこう。銀紙の数、まず2たす4、あ、6個な、石の数が、丸の数が6個なんだけど、6の方は1234567 8なんで、まあ、これは合わんよって。であとが3たす3なんだが、これは合うんですよね確か。1234、こうだ、これはこうじゃないかなと思ったね。でこれが9の中にあるのが123の4567つなんで、4と5、5ってここだっけ、6個だ。6とが、6が1234567、絶対オーバーするので3にすると、8と1も無理、また3と6だが数がぶっ飛ぶんだよな。これは上は合うんですよね。9が9は1234567でしょ、やっぱり玉の数が。そうそう、玉がそもそも3つのがないんだよな、ないから4は無理なんですよ。0もないしな。2が2個で、あ、7は何個入ってたっけ、5個。お、そうだ完全に2と7をなぜ見逃してた。いや、なんでこんなロツボにはまったんだろう途中通過していて俺が組み合わせに気づいてないという、大変お待たせしました、ありがとうございます。ヒント、あの頃水泳クラブの後、お母さんと待ち合わせしてたでしょ。あの時間が大好きだったの。あのお店はまだあるのかな。いや、お待たせしました、 ありがとうございます。完全な見逃し。無事ですか。どいて、貧乏くさい、私に触るな。助けたの報われないよ。お、またもや、これなんかチューペットみたいなやつだな。チューペットか。でもなんか今チューペットっていう商品名の商品はないらしいっすね、噂によると。なんかここでこういう形状のがあるけども、チューペットって名前で売ってないで、まあ、チューペットがそろそろ入ってますと。押すと真ん中が増えて失礼しました、左右が下がると。で、押すと何だこれは。高さを揃えるだと思うんすけど、これはそれぞれ一周してきてんのか。1、1、必ずここ押すと、それが1増える。1増える。で、戻ってくる。マックスまで行くと戻ってくる。これは試行回数繰り返しまくるとできるパターンなんですが。あ、いける。いけちまった。法則は多分押したとこでプライチプライチ、どこがプライチになるかっていうのをやりながらやっていけばいいんですけど、これはいつもの手当たり次第やりまくるとできてしまうパターンのやつやってしまいましたね。
急にスムーズに進むんだな。あのアイスを食べても涼しくならないですよ。カロリーが高いアイスは逆効果だなんてあなたが言ったので。でもなんかアイスを食べると体が冷えるから体温を戻すのにまたカロリーを使うって、結局アイスカロリーゼロ説っていうのを聞いたんですけど、違うのかな。20秒で何個の言葉を見つけるの？飛ばします。なかなか面白そう。なんか文字ピッタの作る番じゃなくて壊していく番か。おっと、またなんか全く何これみたいなの来たな。よし、とりあえずどっか押してみましょう。あ、押せた。開く。で、下のマークはいじれると。はい。これは閉じた状態で全部透かしてみたらどういうマークに見えるかということか。から、まず、と、一旦仮説。で、まあ、赤は絶対この赤、この一番左端の赤はこの向きは間違いない。で、色がオレンジでしょ？で、青がこうパタンって倒れたらこうなるから、多分これは、閉じた状態で色を全部通してみるとこう見えるはず。で、お次が赤と黄色と緑だが、まずそもそも赤の十字にクロスにならないといけないんで、これは間違いなくないと。で、これも×なんで違うと。で、これが近いんだが、閉じた時にこの向きで合ってるか、向きが逆な気がすんだよな、閉じてみたら。これの緑が逆向きバージョンがある。ある。よし、これ、これ。で、今度はピンク。あ、いきなりこれじゃん。いじってる間に出てるけど。これ。で、これは、何色？緑やから。で、矢印のこれの逆バージョン。これ、これ、よし、来た。なんかしかも右のやつたまたま合ってた。選んでたやつね。よし。これは分かりやすくてありがたい。毎日アイスばっか食って帰ってた。金もなかったし、いつも当たりつきのやつ。部活はしんどかったけど、今思うと楽しかったな。お、これはあれかな、あの缶みたいにパカッて開けるとラムでいっぱい入ってるお菓子がモデルですかね。そうそう、あれもいいんですよね。なんかで、これはどうするんやろうな。赤いコーラを右の赤いとこまで持っていきゃいいって感じかな。これはパズルですかね。グローバルギアプチコーラ、まあ、これ系か。はい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 、このタイプね。これはね、めちゃくちゃ苦労するんですよこれ。で、これはもうあれ、横には動かせなくて矢印の方にしか動かせないやつ。はい、わかりました。わかりました。まずとりあえず何回か動かしていく。で、たまにこれね、戻らないといけないとことがあったりするんですよね。いけんちゃうか、これで。どうだ。よし。結構スムーズにいけた。今でもよく覚えてるんだ。
あの日、お姉ちゃんがラムネ開けてくれたの。全然大したことじゃないはずなのにね。生活費、娯楽費でも関係なく、国が認めている救済措置で返済額が減らせるかもしれません。カード会社は教えてくれないのですが、あなたの返済額が。え、ゲームアプリでこんな広告も出るんだ。何でも出るね。へえ。お。今度は。ケーク、クッキー、キャンディー、スナック、クレープ、スイーツっていうその変な並びになった絵が書いてあると。いきなりブーって言われた。とりあえずいろいろ押すことはできるか。あ、俺はあれか、スライドしていけ系か。で、その言葉が一筆でつなげるとこを探していけパターンですか。押しっぱだとあれだもんね。あ、やっぱり字が作れるパターンか。はい、わかり申した。キャンディーは作れるよこれで。オッケー。これは斜めはいけるんですか。一回使ったのはもう使えまへんと。はい、スナック。めっちゃ狭まってきてるよ。いけるかこれ。もう無理やど。ケーク、惜しい。ここまで埋めたのに。どうやっても無理度数。こうやって、ああ、これは別に頭からやらなくても OK って感じか。頭からやれってか。そもそも。ちゃんと頭から順番に選んでいかないとダメ、ダメか。だからこうやって選んでもダメ。はいはい、じゃあこれがちゃんと埋められる埋め方がありますよってこと。でもケークがこれしかできない気がするんだよな。そもそも他がケークの隣にあって、次 K がある組み合わせがないから。で、クッキーはこうなっちゃうんだよな、そうすると。で、クレープがこうで、キャンディーがこうで、スナックがこうで、どうだ。よし、いけた。意外と進むんです。広告のバリエーションすごいですね、本当にね。いろいろあるな。あの頃は一個しか買えなかったものが今はいくつでも買える。大人っていうのもそう悪くないもんだ。うんうん、大人がいね。おいおい、ここ禁煙だろ。これは室内でも吸える新型タバコだからいいな。そうなのか、僕にもちょっと吸わせてくれ。おお、これはガツンときていいね。でしょでしょ、私もこれにしてタバコも吸ってないわ。しかもこれ一箱でタバコ7箱分吸えるから節約にもなるんですよ。実際に計算してみると、これもしかして、おお、年間7万円以上も節約できるのか。年々タバコの平均価格は上がっており、1000円になり、一人で全部喋ってんのか。のことも、この前フリマアプリでは高額で売られていたし、今だと本体4色もらえるキャンペーンもあるし、在庫切れになる前に急がないとね。あ、そうなの。在庫切れになる前に今すぐ手に入れてくださいね。違うか。この絶妙な、みんな声が違うんかな。あ、これは紐引いて雨当たり外れあるやつか。なんか大きいのが当たる時もあるみたいなですね。かな。で、これは4本途切れてる、1本切れてる、切れてない、切れてる。で、これはずっとおかしいかブーっと言われる。はい。ブブー。
ほら合ってんのね。ん？なんかライトがついた。あ、違う。3。押せるとライトがつく。どういうこっちゃ。雨のと紐の切れてる位置に合わせていけってことだ。切れてるとこがないからいきなり雨。黄色と雨。で青が、切れてるとこがここ。ここ。ここ。お、こういうことね。結構シンプル。お、で、とうとう。どうしても忘れられない味、どうしても忘れたくない味、うん、左脳思考の持ち犬にしにしか解けません。お、あー混乱しそう。俺と当たり次第に押していくな、これ。キューブを取り出そう。サプオイスリティ。なるほど。お次。さあ、とうとうラスト問題。ん？マイナスとプラスが書いてあって、でここの英語をいじれる。A、B、C、D、U、G。L, M, O, R, Y, A で多分全アルファベットがないから何かの単語にはなるんだと思うんですけれども、はい。ソロ版かこれ。でマイナスプラス、そう、確かこれソロ版か。1,2,3,4 5,6,7,8,9 10で20 9,10。ソロ版、ソロ版な気がするから、だからこれ13だから何？ 13 番目のやつにしようってこと？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 戻ってきてるけど大丈夫かなこれ。で次が5ですわな。5だよな。5 1 2 3 4 5。もう英単語にならなさそうだけど大丈夫そうこれ。次が10、また13、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、ずれてるやん、ちょっと待って。13、ちょっと A に戻します。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、まあ、C か。え、そんなこと本当に。これは15でしょ。1 2 3
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。え？まあそうなるよな。で、温度が18。そもそも待ってくれ、これ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、10個しかアルファベットがなかったら18って数字意味くんなくない？8でいいもん。1、2、3、4、5、6、7、8になっちゃうし、これも25は結局これになっちゃうんだよな。5で 5? おっとちょっと待てよ、25までしか数字がない。で、1個目が3。アルファベット26文字のうちそれぞれ対応する番号の字ということで、そう、それ、ありますよね、きっと。だから、まず、これ C ですよ。あ、これ5やから、A、B、C、D、E。ん？ A、B、C、D、E。で、これが、13なんで、13番目のアルファベットは ABCDEFGHIJKLM。 M 当たったでよかった。おいけそうっすね、これ。俺が数え間違いなければ15だから ABCDEFGHIJKLMNO あった。で、これが18だから、O が15でしょ。O, P, Q, R。あ、しょ。1個目が、1個目は13や。間違えた。13は M だよ。あ、で、メモリーか。記憶になる。最後がこのアルファベットが25番目が割りだから。おし、ありがとうございます。クリアできました。お、猫地点。あなたの思い出の味は見つかりましたか？あの頃の味とは違っていましたか？だとしたら変わったのは味ですか？それともあなたでしょうか？変わることは悪いことではありません。時には思い出すことも必要かもしれません。よし、今美味しくてお手頃な宅配弁当が人気です。うん、今までのと全然味が違う。美味しい。今初めて食べて、まあ美味しい。OK。 全てクリアできました。おめでとうございます。全てのテーマをクリアしました。コングラチュレーション。オールテーマクリア、オールテーマクリア。オープンニグマを最後まで遊んでいただき誠にありがとうございます。いや、こちらこそ。面白くて、こう、なんだろうな、ノスタルジーを感じたり、癒しを感じたり、切なさを感じたりさせてくれるいいゲームでございました。ありがとうございます。あ、ラウラ様、拍手するブラウン君、ありがとうございます。さらに、ハートもありがとうございます。いや、さらに、そして、ご協力、パズル、解読のご協力、ありがとうございました。いやー、行きましたね。怒涛の、パズル期間、3日、クリアできました。ありがとうございます。あ、いいねもありがとうございます。で、たまに、
なんかどっかなんでこれクリアできたんやってやつあった気がするんですけど、どれだったかな。後で考えますわ言うて、ありがとうございます、全クロおめでとうございます。あ、これいるかも結局。やったけどなんでできたんだろうでしょ。13あ、行き過ぎ。でしょ、あ、違う、1か、あ、違う、あ、3だ。これはどういう理由だったんだ。なんかできちゃったってなったけど、これ真に解いたとは言えない。ちょっと待ってくださいよ、 CM が入っちゃうんだよ。わお、真っ白。ホワイトニング法。そう、このイルカくんが結局できちゃったけど、左右の丸の大きさがポイント。お、あ、なるほど、そういうことだったんですね。ちっちゃいのでっかいの、そういうことか。あ、できちゃった、ありがとうなんか押しっぱなしになっちまう。そういうことだったんですね。え、あの、まあ、これはもう根気でクリアしたくて。で、これも OK だった。あとは何でしたかいな。あったかな。これはまあなんかそれぞれの設置面見ましょうやつ、いろいろありましたね。これは合わせをね、反射神経バトル。これは被らないようにしましょうでしょ。一筆書き、これは色を揃えていきましょう。あとはちゃんと解いていった気が。なんか無理、なんかやってたら解けたな、なかったと思う。これが若干怪しかったですけどねでも多分読みで合ってたと思うんだよな。これはめっちゃ悩まされましたね。まあ、単に俺の見落としが甘かったって。見通りが甘かった。これも、これも通るやつでしょ。これは順番に選んでいきましょうでしょ。これは、羊の向いてる向きに注目。これ回す方に注目。これも頑張ってパズルしました。スライド。これもやった。オッケーオッケー。まあ、あとは、なんか溶けた系はなかったな。いや、これもね、押す長さも、つって。長さも見るんやね、つって。これはちゃんと回ってる方を見極めようってやつでしたね。これもいけた、これもいけた。これ、こいつはマジ、難問だったな。招き猫くん。これは影に長さ合わせようっていうパターンだったかな。あ、そう。こいつも、ちゃんと気づくべきだったって。甘かった。考えが。でございました。これでオールクリアですね。はい
なんかあったかな、またこれちなみに絵を何もない状態には戻せないのか、クリアしてしまうとこの絵がゼロ状態っていうか、いいか、うん、この絵いいですね、なんか動いてる、ブロークンポットが、ね、いやーこれは続編とかあるのかな、続編なんか追加コンテンツとかあったらいいですね、これまだまだテーマ足せそうだし、まあ、そうですけど、これも最後王子様が自分を最後プレゼントしに来るっておしゃれやな、これで絵の中に彼女、海だけど彼女を女の人を連れて行ってあげて帽子を渡す、これはもう絵本みたいな、可愛らしい、可愛いですね、なんか絵本みたいなお話で、まあ、僕はこれ人生航路好きでしたね、なんかこのパズルにはかなり悩まされましたけど、これはもうシンプルにおしゃれ、なんかこの動物がいながらピアノ弾いてる、でもう一回ですか、招き猫はマジ悩まされました、多分これは俺の凝り固まった脳だと3時間5時間考えても浮かばなかったやつです、そう家族、この人生航路好きだったんですよね、この話が、そうそう、しかも人生航路は絵が変わっていくんですよね、増えていくんじゃなくてね、ここにこの家のこのあれお庭とこのこなんていうんだっけここは部屋から見た庭の風景に何かが増えていくんではなくて、最初からだんだん絵が変わっていく、人生航路好きでした、変わっていくのはこれもか、絵が変わっていくっていうか、これも変わっていくやつでしたね、いや本当にご紹介ありがとうございました、こちらのオープニングはプレイさせていただきました、非常に面白くておしゃれなゲームでしたね、確かにちょっと難しいし、ドツボにはまると本当にあれってなりますが、ちゃんとヒントとね、あとこれ優しくて答え教えてくれるんですよ、ちゃんと広告さえ見れば、なんでパズルが苦手な方でも大丈夫、楽しめるし、このなんだろう、エモいお話を楽しむこともできます、非常に良かったんで、世代の移り変わりが描かれててほっこりしました、はい、そう、人生航路ってそうやなっていう、いいやつでしたねこれ、はい、というわけで、本日は一旦まあクリアできましたので、まあ、ここまでとなりますが、はい、まあ、知っていただけるので何よりでした、はい、ありがとう、初日6時間ぶっ通してやってしまってね、たまにねやってしまうかもしれませんね、またなんかそうゲームはね延々やってしまうっていうね恐ろしいとこがある、まあ、いつかね俺のチャンネルもとかフォローも流行りだしたら24時間耐久ゲームやってみたいですね、はい、というわけで、本日はここまでとなります、というわけで、本日お越しいただいた皆様ありがとうございます、もしアーカイブ等ご覧いただいている方いらっしゃいましたら
ありがとうございます。よろしければチャンネル登録フォローいただけると幸いでございます。というわけで本日も一日お疲れ様でした。休憩中になった。おやすみなさい。あ、6時間やりましたよ。あの、たぶん LINE ライブのアーカイブなり YouTube アーカイブ見ていただけるとわかると思うんですけど、途中1回休憩挟んで6時間ぶっ通しでやっておりますので、まああの、まあ、BGM がいいんでね、よかったら寝るときにでも聞いていただけると、あの、すぐ寝られると思いますので、よろしければアーカイブもご覧ください。はい、はい、ではお疲れ様でした。失礼いたします。